トランから第19号の所属で、加藤の中で、はい、坂本さんの役をありがとうございます。今回も、男女19号の所属の方も、ご参加させていただきますので、ご協力お願いします。おかげさまで、本日の司会を務めさせていただきます、県庁選挙区議員の小野でございます。よろしくお願いします。それではまず、東京管区気象台より気象情報についてお願いいたします。気象庁東京管区気象台で水害対策局長官を務めます、米治と申します。よろしくお願いします。私の方からは、気象の情報について、説明させていただきます。先ほどの16時半の、会見では、1都6県で その後、再び、洪水の範囲が広がりまして、新たに20時20分に、栃木県、茨城県、福島、宮城、あと新潟県に、5県に、新たに発表しております。で現在、12都県の、で大雨特別警報を発表しているような状況です。これらの地域では、これまで経験したことのないような大雨となっていない状況です。そして、この台風なんですが、現在の台風の状況なんですが、大型で強い台風第19号は、19時前に伊豆半島に上陸しました。19時現在、を運用しております。今後、関東甲信地方を進んで、13日明日未明に、東北地方の東海に抜ける見込みです。関東甲信地方では、多いところで、降り始めからの雨量が、1000ミリを、超える大雨となっておりまして、今後もさらに水不足となっております。水に加えて関東甲信地方でも、土砂災害が多発し、また河川の氾濫が相次いだ昭和33年の神奈川台風に匹敵する記録的な大雨となっている状況です。関東甲信地方は、風速25メートル以上の、暴風域に入っていることがありまして、非常に強い風が吹いているところがあります。今後も記録的な暴風となる恐れがある状況です。関東甲信地方の、会場でもですね、猛烈なしけとなっているところがありまして、13日、明日の昼前にかけて、うねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みです。また広範囲にて火災の恐れもあります。土砂災害、低い土地、地下施設の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒が必要です。また暴風や高波、高潮、高潮と重ねられた、高波による沿岸施設の損壊にも厳重に警戒が必要です。落雷や、竜巻等の激しい突風にも注意が必要です。最新の台風関する情報について注意が必要です。また気象庁のホームページ等で、危険度分布で、今いる場所の災害発生の危険度が分かりますので、危険度分布でも参考に、してください。次のスライドをお願いします。現在の、台風の位置なんですが、伊豆半島に上陸しまして、今後、速度を早めて、明日の未明には、この東の海上に、進んでいく予想となっております。台風強い勢力を保ったまま、関東地方を浮上する見込みです。右上に示しているのが、土砂災害の危険度分布を表しております。濃い紫が、一番危険なところなんですが、主に特に関東の西の部分ですね、東斜面に相当する部分、および、現在栃木や茨城県の一部でも非常に土砂災害の危険が高い濃い紫が出ているところはあるようです。また、河川の洪水の危険度分布を、洪水警報の危険度分布を見ましても、関東にも広い範囲で河川が、危険、一番極めていけるという状態を表すので、こういう風に水の時が、良い範囲で出現しているということで、良い関係で、洪水にも注意が必要です。次のスライドをお願いします。
これは現在の特別警報の発表の状況です。濃い紫で示しているところが特別警報が発表しているところです。16時半の時点では、この東シナ海を中心に特別警報が発表していたんですが、台風が接近してくるということで、特にまた南東風が引きつけやすいというところで、栃木県や茨城県、あと福島、宮城、そして台風が北からの湿った空気がぶつかる新潟の上越地方でも、危険が高まっているということで、新たに特別警報を発表しているような状況です。スライド記録では以上ですね。で、先ほどの16時半の、会見でも申し上げましたが、特に、雨量が多くなっているのは関東の東斜面に相当する玉川流域と荒川流域と湯川流域の流域平均雨量なんですが、最新の平均雨量を見てみますと20時の段階で実況で400ミリ前後降っているような状況です。今後も雨が降りますので、玉川流域、荒川流域、湯川流域ともに合計で、400から500ミリの流域平均雨量で予想している状況です。以上です。特別警報19時50分に発表ということです。失礼しました。以上です。続いて、関東地方整備局より河川の状況についてお願いします。関東地方整備局河川部の中川大臣です。よろしくお願いします。こちらのこの方を見ていただきたいんですが、これが今現状の河川の水位の上がっているところということで、ご覧の通りですね、このオレンジ色の部分、それから赤い部分、オレンジ色ということで、こちらの上の方にそれぞれ水位の状況を書いておりますけれども、この紫色の水位になっているところは非常に危険な状況にあるというふうにご理解ください。この中でも、ご覧の通りですね、荒川水系、それから玉川水系、ただいま、気象台さんの方からの、情報がございましたけれども、こちらの方で、まだ高い水位を継続しているという状況となっております。右側にですね、矢印で、上向き、下向き、あと横向きというのもありますが、上向きのところにつきましては、まだ今後上昇の見込みがあるということ、それから、下向きの方は、下降傾向があるということですが、今下向きになっていたとしてもまたこれからの降雨によって上向きに変わったりする部分もございますので、こういった情報につきましては逐次確認いただきたいと思います。横向きの方の場合につきまして、矢印につきましては、こちらは今横ばい状態ということで、本来これぐらいの推移で、推移しているということになります。それからですね、前の記者発表の状況の時にもお伝えしたかもしれませんが、本日の19時の時点で、荒川水系の沖川につきましては、沖川の6キロ、左岸の6キロになりますけれども、そちらの方で、越水をしたということを確認をしております。こちらにつきましては、その後の状況については今現在という詳細については確認中というところでございますが、越水をしているということで、水がいわゆる県内地側、家屋がある側に流れ込んでいるという状況になりますので、そういった水が近づいているような状況になっている場合につきましては、近づかないように、特に命を守る行動に移していただきたいと思います。続きまして、ダムの方の状況について。ダムについて説明させていただきます。関東地方整備局の専門家の方です。よろしくお願いします。私、独立行政法人水資源機構の機械美化をしております、増山と申します。よろしくお願いいたします。着題で説明させていただきます。資料、お手元にですね、記発表資料ということで、4枚つづりのものが、配布させていただいております。これについて、時系列的には、新しいものから古いものになってございますので、説明は前後で大変申し訳ございませんが、現時点で最新の情報ということで説明をさせていただきたいと思います。20時の発表ということで、利根川水系の渡瀬川にございます草木ダムについて、ございますが、これまで、防災調査を工事調査を行ってまいりましたが、
流入量が多いためにですね、現地の予測では今後計画規模を超える流入を使って、ダムに流入してくるということが想定されることから、本日12日の23時頃からですね、下流に流れる量がちょっと増えることになるんですけども、一応工事に防災そうだということで、基本的には流入してきた水をそのまま下流に合流するというような操作に移行する予定ということでございまして、実際に移行する場合にはですね、1時間前改めて、皆様にお知らせしたいというふうに考えてございます。続きまして2枚目でございますが、二瀬ダムでございます。20時頃からですね、工事の調節容量を確保するために、事前にですね、下流への放流量を増やしますということを事前にお知らせしておったんですが、その後流入量が非常に多くございまして、19時現在、本日22時頃から、今さっき説明させていただいたのと同じように非常工事防災操作に移行する予定ということでございます。20時から、ダムの容量を確保するための事前の放流をしつつ、それでも流入量が多く入ってくるので、22時からは入ってきた水をそのまま下流に放流するという非常工事防災操作に移行する予定ということでございます。これにつきましてもですね、基本的には1時間前になりましたらですね、皆さんにお知らせしたいというふうに考えております。でこれを21時時点の情報です。ちょうど今下が発表させていただいた情報ということで、ちょっと紙と内容が違って、ごめんなさい、ちょっと間違えました。21時で発表したのはですね、1時間前情報ということで、22時からもう始まります。すいません、間違えました。すいません。22時から始まります。で、2つ目の確定です。はい。すいません。失礼しました。で、3枚目でございます。川又ダムでございます。19時に試発表させていただいて、22時頃から、移動防災操作に移行するという予定で、ございます。で、本来であれば1時間前の、今、2つと同じように発表する時間なんですが、実は、昨日の方若干小康状態になってございまして、もうちょっと様子を見ようということで、現時点で1時間前の試発表を行っておりません。今後流入量を様子見ながら、ここについては1時間前に皆様にお知らせすることというふうにしてございますので、よろしくお願いいたします。続きましては川内ダムでございます。これは17時現在と変わりませんで、本日0時頃から移動交通事防災操作に移行する。ここにつきましては3時間前にもう一度発表させていただいて、その時点の状況で、また新たな内容を説明させていただきたいというふうに思ってございます。ちなみに本日の配布資料にございませんが、下黒ダムについては、先ほど15時間ですかね、発表させていただいた人と同じように、日が改まって13日1時に非常工事防災操作移行を今想定する可能性があるということで考えてございまして、3時間前の22時にまたその可能性が高くなりましたらですね、皆様にお知らせしたいというふうに考えてございます。ダムについては以上でございます。はい。続きまして関東地方整備局に道路の情報についてお願いいたします。道路部で道路情報管理官をしております飯尾田と申します。着座にて説明させていただきます。道路の資料ですけれども、お手元にこういうふうに配布してあるですね、A4 のこちらのですね、図を見ていただければ、画面にもですね、しておりますけれども、一応こちらにつきましてはですね、関東地方整備局管内の20時時点のですね、大雨によります、事前通行規制区間、19箇所ですね、中にはですね、通行止めと、今後の、可能性のある区間を、記載しております。またですね、事前通行規制区間以外のですね、箇所、14箇所についてですね、一応この図にですね、落とさせていただいております。箇所ごとのですね、詳細についてですね、こちら、今画面に映し出しているのを見ていただければと思いますけれども、今現在ですね、雨量によります、事前通行規制区間、こちらのですね、通行止め箇所はですね、全体でですね、13箇所、先ほどですね、13時時点で、発表したものからですね、5箇所、追加に、なって、ございます。
この中でですね、引き続きですね、千葉県区間を除きましてですね、長野はですね、3カ所ございますけれども、今後のですね、台風の接近に伴いまして、通行止めになる可能性もあるということでございます。続いてですね、事前通告規制区間以外の箇所ということでですね、こちらにつきましてはですね、全体でですね、今現在14箇所、先ほどもですね、15時現在からですね、1箇所、22番がですね、解除になっておりまして、それ以降追加でですね、9箇所がですね、今追加になってございます。追加箇所につきましてはですね、冠水ですとか、河川の増水、強風、そういったものがございます。あとですね、今後のですね、台風の接近、あとは大雨、強風のですね、状況によりまして、またですね、この通行止め箇所がですね、増えることがですね、懸念されております。あとですね、お手元にですね、参考ということで、こちらですね、都道府県の道路のですね、通行止め状況、またですね、道路公社届けですね、道路公社によります通行止め状況ですね、今、関東地方整備局で把握しております状況をですね、20時点で一覧表示させて、しております。補助国道で8カ所、地方道で22カ所、道路公社でですね、9カ所とですね、通行止めが行っている状況でございます。道路からですね、以上でございます。